テンション。確かに。ああ、多分始まって、あ、わかんない。あ、始まった。始まった。あ、じゃあそれをでした。すいませんでした。あの、すいませんでした。あの、 YouTube ライブしようと思ったんですけど、あの申請がいるみたいで、そしてなんか、あ、そう、申請がいるので、申請をしてなくて、あの、あ、お金ちゃう、これ、やめよう、下げすぎ、あ、でも下げすぎちゃうと大丈夫か、ちょっと下に見て、あ、すいません、あ、皆さんありがとうございます来てくれて嬉しいです。なんか YouTube ライブ自体、あ、YouTube じゃない、インスタライブ自体超久しぶりなんですよね。多分3年ぶりくらいなんで。フィルターかけてます。ブスブスになるのは嫌なのでフィルターかけてます。あの、結構私声低いってよく言われるんですけど、低いです。何これ。うわ、330、でも嬉しいです、皆さん来てくれて。今日は本当すみませんでした。すみませんでした。本当は7時半からそうやろうと思ってたんですけど、ね、申請に手間がかかってしまって40分も遅れてしまってすみません。そうですね、すみませんでした。はい、じゃあ、でもすごいみんなコメントめっちゃね、してくれてる。あ、そう、アーカイブね、残す。はい、残しますので YouTube で残します。なので今のんちゃんが画面収録してくれてます。はい、ありがとうって感じです。あ、そう、 YouTube をあの先週くらいに解説して、そう、先週くらいにか、いつ解説したっけ、1週間まず、うん、週間前、2週間前ぐらい、2週間前くらいに解説して、で今あの、のんちゃんと、のんちゃん、はい、のんちゃんです。はい、こんにちは。こんにちは。のんちゃんと今やってます。なので、うん、主に編集担当がのんちゃんになります。はい、で私はまあ一応出るみたいな感じなんですけど、うん、それでさっきちょっと揉めて、そう、喧嘩してました。すごい喧嘩してて、まあ、それもあってちょっと遅れてしまったんですけど、喧嘩と、あとのんちゃんが号泣してもうすごいことになったので、はい、それもね、ちょっとみんなに見せ、そう、見せたかったんだけど、その時は撮ってなかった。撮ってなかった。はい。超キュール。殴り合ったのとか言ってはいないです。殴り合ってはいないです。殴り合ってたらやばいね。殴り合ってたらね、そこも見どころだけど。やばいね。喧嘩してる動画見たいとか言って。やばい。確かにそれも見せたいですね、うん、結構リアルな2人が 見れたかもしれないです ね、うん、そうなんですよ。すいません。ありが、のんちゃんの笑い声、あ、この人笑うとすごい、引き笑いなんですよ。喧嘩はダメ、もう本当そうですよ。喧嘩はダメ。どっちが勝ったの。いや、なんか別に勝ちとか負けじゃない。そうよね、 YouTube 今日で終わりにするかっていう話。早い、まだ4本目なんだけど。あ、アフロだって。え、アフロ、あ、お久しぶり。ジーマね、元ジーマガールなので、はい、はい、それもね、サンマと同じだね。やめまして。正解、サンマなんです本当に、はい、実はずっと喋るので、なんかね、もうサンマに、この間ラーキムでずっとサンマさんって言われてて、そう、女版サンマなのかなっていうくらい、はい、うん、すごい喋るんで、すごいです。電波が悪いって言われてるよ。あ、そばかす加工だから、あ、加工です。あ、そばかすの加工なのこれ。え、わかんない。あの、フィルターかけないとやっぱちょっと自分に自信がないので。はい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 。もんちゃんはファイルカットで編集してるの、プレミアプロで編集してます、アドビのやつ。お金かかるやつ、うん、
金かかってる。お金かけてやってます。で、あの引き笑いやってよ。引き笑いやってるけど大丈夫、そのうち出るからもう引き笑いじゃん。そう、大丈夫です。え、なんかあの収益が出るまでちょっと頑張りたいなと今思ってて、うん、実は4000時間をクリアしないといけないんだよね。なんか、うん、そう、あのみんなが見てくれるのが4000時間、うん、みんななんか再生してくれてますか？そう、なんかね、みんな全部見てくれたら再生回数になる。そう、だけど、うん、なんかこう飛ばし飛ばしとか、うんうん、なんかあれスワイプして消すってやつ、そうなの？にしちゃうとあれなんですよ。あ、なかなかダメなんですよ。そっか、いっぱい長く再生していただけると助かりますね。なんか一応1000人は皆さんのおかげで一応達成はできたんだよね、うん、1000人は。で、第2関門がその4000時間なので、うん、まあ、皆さんちょっと、まあ、飽きずに、てかもう流しっぱでいいからね、うん、そこに置いといて、置いてもらうだけで、置いてもらうだけで最初は、うん、うん、嬉しいです、うん、そう。じゃあ、うん、早速なんか YouTube ライブでなんか質問回答しますって言った、ね、ラーキムの質問タイムをやりたいと思います。イエーイ。まあでも質問してくれた人見てるかな、ね、てか質問結構まあしてくれて本当ありがとうございます。うん、なんかそこからちょっとよりすぐりの質問を、はい、だろう、答えやすいやつからいこうか。うんうん、やべ、好きなお菓子はって何？あ、そういうの戻っていいじゃん。じゃあ好きなお菓子は何ですか？好きなお菓子は、あ、お菓子ちょうだいよ。あ、忘れた。やべ、2回目。福岡のお土産をラーキムに渡すって言ってて、しかもそれ雪菓子だから早く渡さないといけないのに、それ欲しかった。やばい、ちょっといろいろあったから、お菓子食べたかった。はい、すいません。じゃあ好きなお菓子は？なんだろう。なんかさっきゲイボーイはって聞いた。ゲイボーイ？ゲイボーイってあれですよね、あのゲイですか？あ、ちょっと最近は出てないな、うん、さんまさんじ、ん？さんじ？のんちゃん福岡なの？だって。いや、福岡に旅行に行ってました、うん、で、そこでなんか買ってきてくれたんですよね、その、うんうん、ガトーショコラ、あの、うん、え？ブラウニー、あ、ブラウニーを買ってきてくれたんだけど忘れちゃった。全然くれないよね。この間なんて、この間なんて持ってったのに私忘れちゃった。え、賞味期限大丈夫？ね、でもなんか切れててもいいかな。あ、いや、死ぬわ。あ、賞味だから、ね、賞味だから大丈夫。味が落ちてるくらいだから、ね、そう、うん、え、で、好きなお菓子答えたっけ？え、どう答えてる？答えてよ。答えてよ。え、好きなお菓子なんだろう。え、みんな何が好きですか？好き、え、みんなに聞いたサウナ配信ですか？あ、確かにしたいね、サウナ配信も。あ、だからラーキムの好きなお菓子グミじゃん。あ、グミだ。あ、そう、グミめっちゃ買うから。グミ好きです、ね、なんだっけ、ピュレグミ、ピュレグミってなんだっけ、ピュレグミ、あとあのフェッチーノみたいな、なんかの酸っぱい、あー、ピュレグミでしょ。ピュレグミじゃん、ピュレグミだっけ。ピュレグミも好き。あと果物のやつも好き、あの果汁グミ、果汁グミも好きだし、 あと梅の男梅のグミも好きだし、うん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 、でもグミってめっちゃ、まあ、やめなさいって事務所のリンゴさんからめっちゃ言われたけど。でもめっちゃ食べてるよね。グミめっちゃ好きかも。ずっと思ってるイメージある。うん、そうだね。し、なんか富士山前行った時年始、うんうん、なんかさ、大入りみたいな、うん、たくさん入ったグミ買ったやつ。ほぼ食べてる。みんな食べようと思ったら食べられちゃうみたいな。ほとんど食べられちゃってました。やばいね。フェットチーニグミあんま食べたことないかも。あ、なんかすごいこれうまいみたいな、ずっと食べてたよね。ねえ、男性にしたい。いや、変なの来たんだけど、やめてよ。
読まないでアガッシュだよ、おはようございます。おはようございます。夜ですよ。夜ですよじゃあお菓子はグミということで、はい、じゃあ出身はどこですか？出身はあの宮城と同じ埼玉です。埼玉県です。あの所沢の近くです。でも多分みんな結構知らないと思う、うんうん、知ってるよ所沢は。いやいや、あの田舎だったの。所沢は知ってる人多いんだけど、そっから田舎はあんまりみんな知らないと思うんですけど、そこです。うん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 。あとなんかさ、これは街中でラーキモを見かけた時は声をかけてもいいのって。なんかよくなんかみんな、なんかなんかあーちゃんとか結構フォロワーさんに見られてたとかよく書いてんだけど、うん、私一回もないんですよ、ね、多分なんか分かんないと思う。多分なんか存在が薄すぎていやね、まあ、見かけたらじゃあ声かけていい？声かけてほしいかも。ああだそうです、うん、でもかけてください。東松山市、いや違います、東松山市じゃないです。違う、川越、川越、いや川越じゃない、入間、あー入間、入間アウトレットあるよねどこ？え、いやいや分かるけど一体どこ？いやなんかこれ気になっちゃう。言っていいのかな、言っていいのか分かんない。どこでも見かけたことがない。そうです、私は結構分からないと思います。分からない。ラーキモン探せだね。そう、ラーキモン探せ。うん、熊谷、おし、お結構みんな知ってるね。ね、うん、まあそっち、あ反応よりもっと田舎です。反応より田舎、うん、コンビニとかもなかった。今あんのかな、わかんないあるでしょ、ね、ないないない。あ、言わない方がいい。あ、すごい優しいね。あ、そう、なんか YouTube 何やった方がいいみたいなコメントも来てて、あ、なんかサカツもやってほしいとか言われたりとか。ここか。そうそうそう。あ、ここだ。うん。あ、違う、ここだ。あと、やべ。料理、料理とかも。料理はなんか意外と作るのが好きなんですよね。そう、ラッキー昔から料理得意で。そう、結構作るの好きで。うん、なんかあの分量通りに作るのがすごい好きなんで。ね、なんかあ、もうこれ適当でいいやっていうのは絶対しないタイプです。すごいあれだよね。うん。作れるよね、手際よく。いや、それはないけど分量通りが大好きです。へぇ、駐車職人もやりたいです。でも、うん、止めるのが最近ないからストップじゃあ今度は車をね、うん、そう、車止めてもらいたいと思います。そう、私のこのちゃんの車を止めます、はい。あと私がやりたいのがそのフォーミュラに行きたいなみたいなのを思っててなんか雅とか撮りたいあ、写真ね。あ、なんか雅がなんか今なんかレポーターみたいなのやってて。あ、そうで、だからなんかそのなんかどういう風にやってんのかなみたいなのはちょっと見たいなみたいなのはあります。すごいね、レポーターなんか。レポーター、うん、なんか司会なのかそう、それを見に行きたいと、あとレースクイーンとかも見たいっていうのができたらいいなみたいな。じゃあ次はフォーミュラーで追っかけをやりましょう。フォーミュラーではそう、追っかけ、なんかレースクイーン追っかけって、でも普通のレースも見たいし、うんうん、ね、見ようそうそうって感じ。うどんとラーメンどっちが好き？え、うどんあ、うどんなんだ、うん、あ、ステージ MC だ、そう、ステージ MC、 ステージ MC、 そうそう、ステージ MC。 あ、そう、私声本当に低いってめっちゃ言われる。なんかその、そう、なんか YouTube もやりたいなと思ったのも、なんか結構きつそうに見えるっていうのを結構言われるっていうか思われるし、うん、なんかまああのSNS 上ではな、綺麗なとこしか見せてないので汚いじゃないけど、なんかあんま汚いってないなんか自分を見せれるところを作りたいなって思ったのが YouTube、うんうん、ですね。あとはなんか YouTube やって
そう、なんで YouTube 始めたのっていう質問めっちゃ多くて、今更みたいな、まあ、ずっとやりたかったんですけど、うん、そのなんかのんちゃんもなんか編集で、うん、なんかやりたいみたいな、まあ、練習としてやりたいみたいな、うん、きついイメージになりましたね。いや逆にやべっめちゃくちゃ面白いじゃん。やべ、スイメージになっちゃった。そう。来る。なんで？なんでだろう。なんでだろう。全然きつくないけど。いやきつい。のんちゃん元レースクイーンですか？いや全然。私はランキムとはフェスのお仕事とかで一緒で、そこで出会って仲良くなりました。でもねイベントとかも一緒にね、はい、やったりとか。そう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 。あと前なんかあれやってたの、ヨコモだっけ、ヨコモ、ああヨコモのやつで、なんかなんか前やってて、うんうん、そうそういろいろ、ラキムちゃん汚いねでもそこだけ拾われちゃうのやばい汚いのかな、まあ、汚いかも部屋とか汚いしいや汚くないし、やべマリーちゃんがコメントしてくれてる、マリーちゃんありがとう、キムちゃんは優しいピヨ、いやもうマリちゃんに言われると本当に、うんうんうん、マリちゃんめっちゃいい子だから、ね、めっちゃ可愛いよね、めっちゃ可愛い、すごいハーフみたいな、いつもありがとうヨシミも言ってくれてる、あヨシミ久しぶり、あそっか、そうわかります、ヨシミは、えなんかヨシミとそのフォーミュラ行って YouTube 撮りたいなと勝手に、あいいじゃん、勝手に思ってた、勝手に思ってた、やべイメージがボロボロになっちまいます、えなんで本当にどうしたらいいどうしたらいいまあいいよ別にボロボロでも、このリクエスト来る人って何なんだろう、分かんない、参加リクエストしたら誰かも一緒にやるってこと、うんーね困るねそれは困ります、困る、ね、行こうぜ、嘘嬉しい、そうヨシミンと一緒になんか YouTube してなんかフォーミュラ見たいなとか勝手に思ってた、うんうんうん、嬉しい、 ARTA ギャルズは仲いいですかって言われて、えなめっちゃ仲いいです、みんな可愛いしね、てかもうみんないい子すぎてなんか本当になんかすいませんって感じなんか出来が悪いんでなんかいつもみんなの足をちょっと引っ張ってるのでちょっと申し訳ないなっていう感じです、なんか舞台とか、あ舞台なんか喋る時とかも、うん、なんか結構私ちょっとつまずいちゃったりしてみんなにえって思われちゃってるのかなみたいな、何回つまずいてんの、2回くらい、いやちょっとってかめっちゃ練習したのになんか全然そう、それがちょっとなんかみんなごめんねっていう、えつまずくってこけるってこと、それとも噛むっていうか止まっちゃう、ちょっと一瞬止まっちゃって、あで後からあってなって、はい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 、まあ、あの来てる方はご存知だと思うんですけど、ちょっとあって止まっちゃう、なんかねみんながわーってあっちでやってるとなんかすごい意識しちゃって、気づきたいよね、そうなんかあだからみんなちょっと今押さえてみたいな、なんか今ちょっと違うみたいなでもねあけますごい真面目で、なんかこう、そうあの結構、うん隠れて練習して、私と2人の時とかも急に車の中とかで助手席でなんか練習してもいいとか言っていいよって言って練習してたりとか、いい迷惑よね、この間も4人ぐらいいる中とかで練習してたりとかあ、フェスの時そうそう結構真面目にやってるのでやばい、はい、ね、ほんとやばい、さっきヨシミンが行こうぜって言ってくれてて、嬉しい、ところでラーキムさん喋りすぎ、えインスタライブだから確かに確かに喋らせて喋らせておもろやばい、あこれは今まで着た衣装の中でお気に入りはどれですか、でもなんか今回の ARPA が一番、あでもわかんない、でもあんま言っちゃいけないか、何が、あ分かんないけど、ああそういうことも、うん、で、うん、じゃあ何色がやっぱ黒がやっぱ私好きなんで、ね、好きだよね、でも私今回の今の着てる衣装がめっちゃ好きで、うんうんうん、すごい好きですね、可愛いよねそうめっちゃ可愛い、そう本当可愛い、ね、なんか超おしゃれ、すごい
次は多分もしかして夏コスになるのかな、うんうん、はなんか、まあ、みんな見てほしいです。お楽しみ、はい。アウトドア派ですよね。オタクには見えませんとか。オタクに見えないの。オタク。あ、なんかそう。あ、ごめんなさい。あの、なんだっけ。うん、あ、私なんか普段なんですけど、ほぼ編集してます。何の？ほぼ10割編集してます、うん、家で。なのでなんかあんまり遊びにとかは行かないです。うん。ね、はい、そう、なんかあのほぼなんか私 SNS をちょっと今めっちゃやりすぎてるので、うん、まあそれでまあ喧嘩のもとにもなったんですけどそれでまああのそこがちょっとなんか家でほぼ編集の毎日ですね。普段何してるのってよく聞かれるんですけど、全然遊んでないよね。なんか変な遊びはしてなくて。変な遊びってない。いや、なんかいや、飲みとか飲み歩いてるとかそういうのはなくて。そうね、なんか普通の女の子です。ね、なんか飲み歩いたりとかもして、いやでもあんましたくない。あんましたくない。でもやっぱあのやっぱ旅行が一番好きだから、うんうん、旅行がいいかなみたいな。うん。うん、なんか思ってます。ね、じゃあそれ関連で、うん、それ関連か分かんないけど、うん、体型維持はどうやってやってますかって。体型で本当にめっちゃ太りやすいから、うんうん、まあ太っちゃうからなんか痩せようって思ってるとめっちゃ食べちゃってだからなんか逆に教えてほしいかも体型維持の方法。そう、なんか本当に痩せない、なんかどんどん太ってく。いや、痩せてる。なんかでも本当に家で筋トレとか、うんうん、最近はなんか体が硬いですよってこの間針の人に言われて、うん、だからあのストレッチもかなり多めにやってると思います。あれ やってんだ、ヨガ。あ、ヨガ、そう、ヨガ、そう、ヨガそう、ヨガもやってる。なんだっけ先生の名前。あ、なんだっけ、名前さんだっけ、なんだっけ、マリコさん。マリコさんだ、マリコさん、マリコさん、すごい。あ、最近マリコ先生、ちょっと今マリコ先生の脱出しちゃった。今ちょっと違う人やっちゃった。やばい、浮気、浮気、浮気。ごめん、あ、マリコ先生浮気あしちゃった、ごめんなさい。ちょっと違う人もね、違う人までマリコ先生だったの。そう、マリコ先生一筋だったんですけど、ちょっと今違う、ね、なんか外人の人にちょっと気持ちが、なんかヨガのやつがなんか10分、うん、10分間で終わった後になんかマリコ先生ありがとうとか言って画面に、うん、走りじゃなくてハイハイしてさ、消しに行って、うん、確かにマリコ先生ありがとうございましたって。そうそうそう画面にお辞儀してるよ。そう、画面に。いや、あの人癒されるんですよね。かなり洗脳されてます。そう、洗脳されやすいんですよ。騙されやすいし、やばいですね。ねえ、どうしたらいいか。確かになんか進んじゃって、確かにコメントが流れちゃって、なんかあ、ごめん、声がかっこいい。キノコダイエットだって。あ、私声誰かに似てるって何だっけ。あ、なんか宇多田ヒカルに宇多田ヒカルに似てるって言われてめっちゃ嬉しかった。でも歌は下手っていう。カラオケはね、ね、盛り上げ。あ、チョコザップね、流行ってるよね今ね。この人めっちゃウケるね。いやちょっといね、キノコめっちゃ、この人がキノコ推しなのかな。なんか、あ、そのキノコやった方がいいって結構言われる。そうなんだ、うん、あとなんかケチャップは太りますよってめっちゃ言われた。なんかマヨネーズよりケチャップですよってあのファンの方からなんか言われて、と思ってケチャップの方が太るやばーと思って。私ケチャップ超好きだからめっちゃやばーと思って。やばい、戻せない。え、戻せない。なんかあんまり、あーちゃんがいたレオンはって気になる。あ、格闘技のラウンドガール、いやもうできないでしょこれ。どれ、やばい、ちょっとめっちゃかわいい。やばい、ドレミファソかわいい。ドレミファソラーキュー。ドレミファソラーキュー、かわいい、ドレミファソラーキュー、やばいね、いいね。ドレミファソラーキュー、ちょっと追いつけない。追いつけないね。あ、まさ監督
あ、マサ監督、伊藤監督、わかんないや、マサ監督、そのウェッツ昔やってた時は土屋さんの面白いエピソード、めっちゃ最初怖いと思ってたんですけど、マサ監督めっちゃ面白くて、ね、なんかラケフから聞くエピソードが全部面白い、めっちゃ面白い、逆線がめっちゃ高い、そう、なんかあんなに面白い、なんか顔がこ最初怖いと思ってたけど、なんかすげえ いい人だし超面白い、ね、面白そうだよね。てかアグリさんと土屋さんも初めて会ってこの間、うん、で結構怖いのかなってずっと思ってたら、なんか2人ともめっちゃいい人で、ファン対応もめっちゃちゃんとしてて、なんかみたいな、こんなすごいなんかで、なんかこんな有名人なのに、うんうん、そこまでやるんだみたいな。あのアグリさん、アグリさんすごい有名だよね。めっちゃ有名、そうそう、めっちゃ優しい、本当に。だからなんかそれはすごい嬉しいなと思う、優しくて、なんかうちらにだって土屋さんもなんか私にキムさんって呼ばれてて、なんかキムさん、トムスはラーキムだけどみたいな、 ALTA ではなんかキムさんにするねみたいな言われて、なんかめっちゃなんか、まあ、そもそも覚えてくれてることが超嬉しくて、やばみたいな。だからこんなみんなファンがめっちゃファン多いの、うん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 、めっちゃだからファン多いんだなとか思った、本当に。へえ、すごい、それは面白い。土屋さん、アグリさん、ラキムちゃん怒ったら声怖そう。いや、これなんかちょっと戻っちゃった戻あ、めっちゃ戻っちゃったね。へえ、めっちゃ怖いかもとか言ってお酒もはい、どこまで、今日も、でもなんか私がやっぱ尊敬するのはなんか本当レースクイーンだと誰だろう、でも雅とか本当にすごいと思うし、あったね、その質問来てたね、うん、雅はなんか性格的にも本当にすごいいいし、うんうん、あ、でもヨシミンとかにもめっちゃいつもなんかキムちゃんとしてってめっちゃ言われて、うん、なんかもう2人にすごい支えられてきたから、うんうん、なんか本当に今までありがとうございます。しみしっかり者もね、めっちゃしっかりしてて、なんか私がもう本当にもうできなさすぎて、毎回なんか2人にめっちゃ何やってんだよってなって、いやー本当なんか勉強になりました、本当に。ね、ゆしみに鍛えられたって。ね、鍛えられました。ね、みやびも優しいし、うんうん、あとかこちゃんとか本当に努力家で、うんうん、なんかめっちゃやっぱ美に対するあれがすごい強いから、めっちゃ細いし、ね、細いよね、本当に羨ましい。だから、今であったらすごそう、めっちゃ細いし、めっちゃ可愛いし、うん、めっちゃ背も高いし、あとなんかコルセット、よくかこちゃんがなんかストーリーとかであげてんだけど、うん、それとかももう2個買って、あ、買ってたよね、なんかなんかこれかこちゃんのやつって言ってつけさせてもらった、そうそう、超嬉しかった、あれめっちゃあれめっちゃいい、そうね、うん、あれすごいよね、あんなきつくできるコルセットなかなかない、ね、そう、すごいいいんだよね、そういう人用だね。だから本当ダイエットとかしたい人はなんかかこちゃんのストーリーとか見た方がいいかも、うん、なんかすごいためになること結構書いてある、へえ、すごい、じゃあ見なきゃ。あと本当になんか会って、あ、めっちゃこの人相当綺麗だって思ったのはあれ、そう、あ、指輪当てちゃったマコチ、そう、マコチのことよく言ってるよね、マコチはマジで綺麗、なんか本当になんかもうインスタのあの写真のまんまで、あ、この人本当綺麗だなっていつもなんか喋れなくなる、緊張して、あ、ね、緊張して喋れなくなるって言ってたよ、ね、すごい綺麗、あ、やばいっていつもドキドキしちゃうだそうです。だけどまこちはなんかうーみたいな感じだから普通に今あれだけど、めっちゃ本当に、あ、あれはもう可愛すぎる、へえ、うん、って思った。木村雄一やべえ惜しい惜しい、惜しい、木村雄一ではない。じゃあ次の質問、笑いのツボは浅いですか？
まあ、木村雄一で笑っちゃってるからね。そうだね、めっちゃ浅いです。結構何でも笑います。のんちゃんもなんかもう わけわかんないとこで笑うよね。うちらでもめっちゃずっと変なことで笑ってる。確かに。じゃあ次は、うん、どうしようかな。じゃあみんなが聞きたい、あ、なんかみやびんって書いてみやびんって書いてあ、来てる。いや、来てない。あ、来てない。あ、彼女は忙しいのね、みやびさん。あれさっきのバッタのにめっちゃみんなコメントしてくれてるの嬉しい。木村拓哉やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。キム兄の妹さんですけど、やばい。確かに、結構そう言われることも多いかもしれない、木村拓哉とか。あ、違う違う違う。でも私結構さ、木村って書くじゃん、普通自分で。なんかその時になんか変換で拓哉がいてるみたいな。拓哉ではない、いつも木村理恵です。木村理恵です。あれ、なんかさっきあったよね。のんちゃんは笑いのツボ浅いと思います、わらわら。浅いです。でも笑っちゃうから良くない。確かに良くなくなくなんだっけ。あ、これ違う、そのみんなが多分聞きたいであろう、うん、男性に求めることとかタイプとかめっちゃ来てた質問。やばい、それ言おうかね。それマジで超言いたくて。あの、あれ、渡辺直美と同じになっちゃうけど。なんかあのヤフーとかにコメントとかに悪口書かない人。SNS に悪口とか書かない人が好きみたいです。なんかそういう人ってやっぱちょっとなんかどういう人なのってやっぱ疑っちゃうんで。うん、そうだからね、うん、ね、うん、まあ、じゃあそういうのは嫌だって。いや、うん、あとやっぱ自分がやっぱ一番やっぱ SNS とかでねやっぱ言われるの結構気持ちが分かっちゃうから、うん、うんうん、なんかそういうのを他のなんかところとかでやってる人とかはちょっと普通書かないでしょ。おお、ね、普通かっこいい。僕ですってどういうこと。どっちどっち。書かない方だよね。どういうこと。僕ですって僕ですちょっと僕ですってどういう僕ですって。このタイミングの僕ですだとどっちだろうってなっちゃう。確かに。僕書きますなのかねえ。ああ、書きますで、ね、僕です。やばい、挙手やばい。書かないでしょ普通だって。みんな優しい、優しい、みんな超いい人だね。僕です、かっこいい。なんだよ、どういうこと。どっちだよ。どっち。どっちだよ。ラーキムちゃんの悪口言う人いないでしょ。わ、優しい、優しい。やっぱりお金持ちですよね、だってやっぱり。そんなことないよね、うん、やっぱりお金持ちですよね。イメージはそうなんだよ。あ、私お金持ちが好きそう。あ、好きそう。全然違いますね、うん。言葉は大事、うん、そうよね。書かないです僕は。ああ、よかった。あ、僕は書かないです。わかりやすい、わかりやすい。なんかちょっとウケた。僕です、僕ですってちょっとウケた。黒いのはヒサロですか。あ、そう、ヒサロってよく言われるんですけど、あ、よくオーディションとか行くとなんか、あれ、なんかやってますとか、ヒサロ行ってます、サーフィン行ってますとかめっちゃ聞かれるんですけど、うん、まあサーフィンは本当にたまにしかしないですけど、ヒサロは言いません、うん、あ、行きません、行きませんね、行きません。綺麗に焼けるもん。そう、本当になんかその頭が今ちょっと焼けちゃってるけど、頭がちょっと焼けちゃってるけど、なんかまあそうだね。そう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 。でも普通になんか浴びたら全部焼ける、綺麗に。ね、目から多分焼けてるっぽいよね。かな。だからあんまりなんか小焼けとかもしないし。ね、水着のなんか。変にね、靴下焼けとかもしなくない。あ、でも焼けてたわ。焼けてたけど、なんか靴下焼けとかもしなくない。ああ、そう、靴下焼けとかしない。そう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 。ね、ゴルフとかも。うん。めっちゃダメです。あ、ハローリエ。ハロー。あゆちゃんの25。あ、浜崎あゆ。あ、あゆ。あ、あゆ好きですかってあった。あ、あゆは実はあんまり知ら。
あ、好きなんですけど、すごい熱狂的なファンではないんですけど、でも普通に好きです。しかもこの間ね、ラブボートのねえ、そう、ラーキムが買ってくれた、あれめっちゃ嬉しい、買った、買えて、それをのんちゃんにプレゼントしました、ね。はい、私はあゆが好きだったので。歌ってもらっていいですか？やばい、歌ってください。歌ってください。無茶ぶりがやばいよ。あ、来た、ご飯が、ご飯が来た。よかった、助けられた。え、キム見て黒肌になりたいと思ったみたいな人。嘘、嬉しい。え、これ友達じゃない？あ、あのファンの子。あ、嬉しい。そうなんだ。で、あの前なんかコットン、コットンと ART でコットンのチームの子だよね。なんかもう 黒に憧れて、めっちゃ焼いてたらしい。サロンも行って、意外、ベランダとかでも焼いたとか言って。すごいね。したらなんか微妙だったからやめたってなって。あの子めっちゃ白いじゃん。白いのがでも似合ってるよね、黒いのが想像できない、コットン。やめて。のんちゃんカラオケうまそうな声してる、ね、超下手なんだよね。てかこの間みんカラオケね、やったんだよね、うちら。え、カラオケ、じゃあカラオケ、この間あの仕事の泊まってたホテルがなぜかカラオケが無料で、カラオケがみんなでカラオケをしたんですけど、みんなうまかったよね。いや、うまかった。てかさゆりとかめっちゃうまかったね。めっちゃうまかった。うちらはなんか謎の曲ばっかり2人で歌ってたね。確かに。いや、でものんちゃん、あゆ歌ってよ。あゆ歌ったじゃん、あの時歌ってよ、歌ってよ、歌ったじゃん。なんだっけ。でで、バーガーキム、バーガーキムやばい、うま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 いぞ、うまい、うまい。あ、こっちか、逆だ、逆だ。バーガーキム、え、これ何、え、これなんだろう、水、水水って、これなんか水がこんな風にきれいにカルピス、きれいにされてるトヨタカローラ静岡富士店、あ、カロシズも遊びに行きました、ね、カロシズって、そう、カロシズ、そう、略してカロシズ、楽しかった。バーガーキング好きな人、いない。あれ、これゼロ、あれ、ゼロ、え、バーガーキング好きな人、ちょっと時差があるっぽいね。Do you like バーガーキング、やっぱ聞かれちゃってる。早食いしてやばい、早食いやばいね。浜崎あゆみ、ユウが好きって言うてた曲、春の空切なくてみたいなやつ。違うかも、違うかも、違うかな、わかんない、わかんない、ユウかな。ラーキムバーガーを作ってもらったら、ラーキムバーガー売れないでしょ。これじゃない、うん、あ、これか、これポテトある、ポテトあります。寒い、え、キム、あ、キム本、やばい、目が悪すぎて。木村拓哉ってキムタコなんですかね。絶対違うでしょ。どういうこと。ちょっと意味わかんないけど、絶対違う。ロッテリア、ロッテリアか。あ、岐阜でバーガーキング見たことない。岐阜の方なんですね。私岐阜生まれで。あ、岐阜生まれ。でもなさそう。あ、ないんだ。なさそうかもしれない。え、バーガーキング近所のつぶ。やばい、かわいそう。あ、サブウェイはよく。あ、地下鉄ね、地下鉄、地下鉄。あ、地下鉄、サブウェイね。あんちゃんじゃん。誰？かわいいなって。あんちゃん。イントロクイズあげたかったけど。ね。やべ、やばい、やばい、嬉しい。ちょっと身内が来てくれてね、受け入れちゃいました。岐阜駅行きたい。だって岐阜駅ってどんなとこなの。あ、岐阜駅、私岐阜駅です。え、でも何があるのって言われると何もない。何もない。でもなんかこの間キムタクが岐阜に来たみたいで、すごい、すごかったらしいよ。人がめっちゃ来てたらしい、岐阜に。でもなんか結構恵比寿にいるんでしょ、キムタク、うん、あ、だからキムタクは東京の人じゃない。あ、そっかそっか。なんか犬散歩してるって。あ、そう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 、なんか言ってたね、みんな。だ、誰だっけ、誰が言ってたんだっけ。めっちゃみんながあの、ご飯、あ、ご飯で、これバーベキューソースあるよ。
これどうすんの？これはナゲットだね。あ、ナゲットか。あれない箱。ナゲット。あったあったあった。この箱に入れるそうです。バーベキューソースを。いやね、あつき、あつき。もうバーベキュー。え？え？あつきってなんだっけ？あつきって何？あつきって可愛いね。何あつきって何？私みたいな。私みたいな。唇のほくろかわいいだって。誰が？え、のんちゃんじゃない？あ、見えるの？え、見えんの？かす、バカスが。あ、ここのこと？あ、知りません。あ、口の下ね。これ？え、ちょちょ、のんちゃんでしょ。そう、ありますね。え、これあれつけてんじゃない？つけてないわ。いつもみんなにチョコついてるって、チョコチップついてるって言われる。え、これなんかさ、固定のさ、コメントみたいにできないのかな？あ、できるかも。これどうやってやるんだろう？みんなよくやってるよね。え、それさ、なんかのんちゃんのさ、コメントするじゃないの。コメントするで、コメントするで、固定にする。で、のん三浦にしていくか。いや、いいよ。あ、やべ、なんか全然違う。それよりもなんか今質問返ししてますとかの方がよくない？あ、質問返ししてますか、うん、あつきって時代劇じゃないんだぞ、笑い。あち、え？あつき、あつき、え、な、なんて言ったっけ？質問返ししてます。質問返し、質問返し、質問くださいみたいな。そんなにかける？質問返しして、のんちゃんは何されてる方なの？私は、なんかいろいろやってます。編集そんなにもしてないけど。はい、あ、ゴルフたまにやってるよね。いや、それ仕事じゃない。仕事じゃないか。うちらゴルフもするんで。質問返ししてますなんて書けばいい？質問ください。質問返ししてます。一応もらった質問もあるから。あ、そっか。質問返し、その人たちも優先で。あ、質問ください。ふぶきじゅんさん。やべ、それ私です。ふぶきじゅんに似ている方で。似てます。どうですか？似てませんか？分かんないんじゃ、みんな。分かるかな。キムタクの好きなとこ教えてくれ。いや、キムタク好きになっちゃった。あ、まあでも好きですよ、別に。まあ、かっこいいですよね。ね、何歳なんだろう、キムタクって。え、これをどうするの？固定でどうやってやるの？あ、やべ、はい。え、固定でどうやるの？あ、できないんだ。あ、できた。あ、すごい。すげえ、できた。突然ですが、お風呂に入ってきます。いってらっしゃい。行かないで。え、行かしてよ。ゴルフの写真見たよ、かっこいいなだって。あ、なんかゴルフ、なんか一番最初、私なんか最初癖つくから、うんうん、なんか習いに行った方がいいって言われて。あ、言ってたね、習いに。で、最初は、そうなんだ。え、組み立てて50歳なの？やば。え、見えなくない？嘘でしょ。見えない。嘘じゃない。で、何だっけ、何の話だっけ。あ、そう、ゴルフは最初なんか習いに行った方がいいって言われてて、で、何だっけ、で、習いに行って、で、その動画をこの間見てたの、うん、前の、うんうん、したらめっちゃフォームうまかった。え、ラーキムが、うん、え、でもラーキムだからどんどん下手になってきてる。やっぱ行かないと、だからレッスン絶対行かないといけないんだよ。あー、確かにフォーム大事ってめっちゃ言われた、最初に。そうだよね。フォームが綺麗だったら、うん、なんか失敗しても、あ、その日調子悪いんだなって思われるからみたいな、うん、思われるだけだから。なんかって言ってた。ねえ、あ、そっか。まあ、だから本当に行った方がいいよね。うんうん、絶対に。ねえ、じゃあちょっと違う質問ね。女の子から来てたやつ。あの、ファンで寄れないですよねみたいな。あ、そう、おすすめのファンデだっけ。ファンデ、そう、ファン、あ、違う、ファおすすめのファンデとか夏とかってそう聞いてたんだけど、私そもそもあんまり崩れることがなんかあんまなくて。だけど、うん、うんうん、そう、何だっけ。いや、なんか本当にラーキムって化粧直ししなくて、あんましない。捨てるとこ見たことない、リップぐらい。いや、確かにあんまりしない。そう、いつも荷物超少ないしな。そう、多分、うん、まあ多い時もあるけど、うん、だけどめっちゃ汗かいてたらめっちゃ落ちてる。まあ汗かいたらまあ終わりなんだけど。え、でも全然さ、
あれもつけまのやつ言っていい？あ、つけまつけま、うん、つけまも落ちない、取れないんですよ。あ、そう、つけまもあんまり取れない。つけま取れないってマジですごいから。だけど一回フォーミュラの時にめっちゃ汗やばい時は、うん、ここに落ちた。怖いじゃん。怖い、みんなびっくりしちゃう。怖い、毛生えてるみたいになってほっぺか。そうで、なんか今エスティローダのダブルウェアっていうなんか、まあ、ファンデーションを使ってるんです。今日は違うんですけど、でそれがやっぱりね、めっちゃいいよね。いいから。だけどその上から絶対粉をなんかこうやってちゃんとなんかやっとけばあんまり崩れないかな、わかんないね。うん、あとすごいサーキットってめっちゃ顔乾燥するから。そうなの、すんごい乾燥する。なんで、風が吹いてるから。わかんない、車走って。わかんない、そんな近くにないけど。なんで乾燥してんの。わからんけど、まあでもまあ乾燥するか、うん、そう。だからだからそういう時はなんかミストとかはしたいけど、まあ、しすぎるとまた崩れるから、うん、まあ、若干はミストするかな、うんうん、なんかサーキットはすごい乾燥するかも。そうなんだ、なんでだろう。まあ日差しも強そう、うん、でもみんな言う、みんな乾燥するって絶対言う。じゃあ巻き取れない、あんまり髪に。取れる。どっち、どっち。へえ、アラフォー。アラフォーへの意気込み。まだアラフォーじゃないもんね。アラフォーでしょ。もうてかアラフォーって何？アラウンドフォーティ。え、アラウンドフォーティってだってもう40回りってことでしょ。あ、40回りってこと。だからえ、じゃあ45でも、45でも2とか3とかの人もアラフォーなんじゃないの？え、そうなの？って思ってた。わかんない。じゃないの？え、なんかなんかよく言われるのが、だってさ、20代の28とかの人もアラサーって言うし、32とか3の人もアラサーって言うじゃん。言わなくない？え、言うっけ、わかんない。なんか下の人だと思ってた。だから30以下がアラサー、うん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 、で40以下がアラフォーかと思ってた。え、そうなの？ちょっと正解がまあわかんないし、誰か知ってたら教えてください。確かに。じゃあ35以上だってだよね。え、じゃあまだアラフォーじゃないです。じゃないです。はい、あ、そうなんだ。じゃあ45歳でもアラフォーって言うの？44歳がアラフォーってこと。あ、そうなんだ。取捨五入ですよ。あ、ライキミの収入源、あ、ミーミューズっていうのを今やってて、会員制のファンサイトなんですけど、それが結構私の主な収入源なので、皆さんファンクラブに入ってください。うん、お願いします。お願いします。結構頑張って更新してるので、毎日更新してます。うん、だけどまあ普通にイベントとかもやるので、あと撮影会とかもやるので、それも収入源です。うん、はい、うん。これ言っていいのかな？言っていいと思います。撮影会も結構こだわってるから。撮影会、ね、なんかあんまり同じ服を着ないように。そうそう、ちゃんと衣装を毎回自分で買って買ってますね、うん、やってるよね。で、まあ、一応告知なんですけど、次が27かな、分かんない、やばい、やっぱ嫁がダメだった今延長で恐れ見つけ。あ、じゃあそれはダメです。それはダメですね。撮影会めっちゃ来てほしいです。なんか人があんま来ないと悲しいので。ラーキマの撮影会行ってみたい。恥ずかしい。でもなんか私ヤスさんと行こうか。結構みんな、なんか喋るのが好きな人と、うん、なんか撮るのが好きな人が分かれるから、私基本あんまり喋んない、なんか集中しちゃうから、うんうん、だからすごい喋りたい人はあんまりなんかつまんないって思われちゃうかも。ああ、喋りに来てる人はってこと。そう結構なんか写真、いい写真撮られたいって思う。なんか話してるとなんかすごいブスな顔になっちゃう。あーみたいな、あーみたいな、この時にパシャってなっても喋りな。や、嫌です。嫌です。嫌です。やばい。Yeah!
よ。やばい、超ウケる。ウケる。だから、あれだね、集中して、うん。かわいい写真をいっぱい、かっこいい写真を撮ってほしいね。あ、そう、かっこいい、あ、まあ、かわいいもまあありだけど、うんうん、あの、ね、なんか、たまに、ね、ちょっと、すごい、ね、やばい顔とかだったらやめてほしいかな、みたいな。うんうん、はい。はい。うん、撮影から全然緊張しないです、絶対大丈夫。あ、でも私が緊張してるから、大体大体自分が緊張してるから。緊張するよね、めっちゃ緊張する。なんか毎回緊張して、なんか毎回、なんか今月はフェスタ総理撮影会っていうのがあるので、それは、うん、あのまだ募集してないのかな、まあるので来てほしいです。へえ。来月はきのちゃん、うんうん、かわいい子、うん、そう、かわいいきのちゃんと、うん、あの初めての自主撮影で撮影会で、うんうん、であのきのちゃんとコラボ撮影会するので、まあなんかきのちゃんがなんかちょっとなんかいつもかわいらしいの、うんうん、かわいらしい服とかするから、うん、なんかきのちゃんのかわいらしい服を私がもう一緒に着るみたいな。へえ、いいね。私がちょっと結構セクシーなのが好きだから、きのちゃんにセクシーの着させたいなって今は計画してるけど、まだ決まってないけど。すごい。そうっていうのをなんか今やろうかなと思ってます、うん、はい。めっちゃ食うやん。だってさ、お腹すくじゃん。ウケる。あ、だから私食ってなかった。え、イケボって何？やばい、イケボってえ、何、ね、イボ、イボ、イボやんない、やめて、略してイボ。イケボンってなんか結構さ、え、イケイケボーイ、なんか男の人でかっこいい声の人、イケボっていう。あ、そういうことか、声か、声、声。へえー、イケボです。でもなんか本当に歌下手だから、なんかそこだけちょっと困っちゃう。ガキムさんを前にすると緊張で震えてカメラがブレてしまいます。嬉しい、そんな緊張するとか嬉しい。あ、6月17か撮影、え、17だっけ撮影か。やばい、直されてる。あ、6月17だ。やばい、6月17日だそうです。がラーキの撮影会で、5月の27が、あ、27が、うん、フェスタソーレ、フェスタソーレです。はい。あとは、あのね、あとはあの、何だったの、GT、うん、GT が今度あるので、それが GT ですかね。うんうんうん。どれかに皆さん予定があったら来てください、うん、じゃあ質問続き、質問答えられる機能あるよ、ハテナマークですよ。ん、ハテナマーク、あ、これじゃない、これ、え、すごい、なになに、え、てか来てた、え、めっちゃすごい、2人の出会いは、え、うちらの出会いめっちゃウケるんだけど、うん、てかなんかそのまあとある仕事で、一部でしょ、え、言ってみなんかね、まだ若かった頃にうちらのパチンコイベントでね、そうやってて、うん、その時に出会って、そうで、なんか私がラーキムがめっちゃ面白すぎて、え、喋ってなくない、いや喋っためっちゃ喋ったじゃん、そうで、面白いから私がやってた仕事、そのジーマの仕事にラーキムを入れたいみたいな、うん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 、で、そっからだよ、あ、そうなんだ、そう、あ、そっか、そうそうそう、あ、そこで、そっか、のんちゃんが入れてくれたって感じ、なんかすごい権力の持ち主、持ち権力ってなんだけどなんかすごいね、気があって、なんかこのことだったら一緒に楽しくできそうみたいな、うんうんうん、いっぱい売れそうみたいな感じで、優しい、思いました。でもなんか、なんかのんちゃんの第一印象めっちゃ可愛くて、いや、まあ今も可愛いんだけど、なんかめっちゃ可愛くて、え、すごい可愛い子だって思ったのが、そういうの印象がすごい強かった。可愛い子いるんだって思ってすごいって思ったのが私の、あの第一印象かも。でもさ、なんか結構その時、うん、休憩が多くて、うん、その仕事なんかほぼ喋ってて、喋ってたか、 それでなんかよく2人のことを、てかお互いを知れたっていうのもあるかもしれないです。まあそうだね、はい、そうだね、確かにグッズ作りたいな。昔ね、グッズは作ってたけど、1回ね、作ってたよね、うんうんうん、
T シャツ、ま、ねまたなんかそうだね、なんかそういうそういうのもちょっとしたいなと思ってるので、プロデュース業的な、うん、ねレース場で会ってる時より撮影会の方が緊張するかな。それはないんじゃない。レースの方があれ張り詰めてる。張り詰めてないな。張り詰めてないグッズ出そうぜ何がみんなさグッズ、確かにグッズ、どういうグッズが欲しいのかな。缶バッジとか缶バッジ、缶バッジ帽子とかにでもつけられるからね。ああ、まあ、何が欲しいんだろう。リュックサック作ってやばいね、結構大掛かりだ。パーカー買った、うん、パンツ作ってだって。パンツ、パンツ超作るの簡単そう。確かにパンツって何だろう、トランクス、ふんどしとかでしょ。ふんどし簡単そう、ねじって終わりそう確かに。ラーキムカレンダー欲しい。だっていいじゃん、カレンダー。あーカレンダーでも12個の場所を、どうしようかな。じゃあ冬は北海道とか行って雪の撮影。でも11月と12月と1月くらいじゃない。何が、いや北海道で撮れんの。いいじゃん、3ヶ月も取れるじゃん。まあ確かにあとは夏は、夏はもう海で水着で。まあ確かに5月とかさ。5月って何だろうね。あー鯉のぼり、やばい男の子ね。あ鯉のぼりになればいいじゃん。あいやね確かに。あなんかペイントして鯉のぼりなの。あーでなんかこうやって横に、うん、横になってて5月いいかもね。写真出す、写真集出す予定はありません。それも質問できてた。あそれはあのミミューズで結構いろいろ書いてる、なんかここでは言えないことをいろいろ書いてあるのでそれは見てください。うん、はい。お二人のプリントパンツやばいだろ。やべえプリントパンツやべえ。じゃ顔が2つあるでしょ、お尻ののんちゃん私それさ、なんかやばいよね。それなんか気になった、うん、質問のやつで、優しすぎるのはモテないですかみたいな。優しすぎるのはモテないですか、うん、なんか男の人が優しすぎちゃうと。モテるでしょ。ね、モテるよね、うん、優しければ、うん、優しいほどモテると思います。だって優しくなかったら何なんだろう。そうだね。優しすぎながら推しがちょっと強くない。ああ推しがね確かに強い方がいいかもしれない、うん、確かに押されないとねそのままで優しいだけで終わっちゃうからね。うんね、うん、何でも優しいのは嫌だって。初めは優しいのはダメ。そうそれはダメ。どこ、あ、初めだけってこと。初めだけ。あ多い。よくそれ聞くわ。え聞く、あ聞く、ね、なんか最初だけ優しかったんだけどみたいな、なんかちょっとおかしくなっちゃったみたいな、えそれ絶対いや最初だけじゃんみたいな。うん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 、確かに。あミキちゃんが、あミキちゃん、ミキちゃん奄美の子。おお、いや嬉しい。奄美も行きたいんだよな。でも奄美全然行ってないな。行きたい。海泳ぎた、海活した。海活。あれ、あ楽しかったよね、あの、こう、なんか、シュノーケル。あシュノーケルからの素潜り。素潜り。ラーキム素潜りめっちゃうまいんですよ。うまくないです、全然。でもまあ、できるようになったちょっとだけ、うん、ほんのちょっとだけ。でもやっぱ、こうやって、あの、縦に入れる。90度。90度あこの、カックンって、そう。カックンって。カックンって。そうそう。のんちゃんね、初めての時でもやってたよね、できて。浮いちゃって、浮いちゃって。いや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 、よかった。あ、むずかった、すごい。でもさ、かなちゃんとかが超うまかった。めっちゃうまかった。その友達、連れてってくれた友達がマジでうまいし。うまいよね。なんか動画とかも撮ってくれてたよね。うん。それはすごいと思う。ね。海外行きたいんですよね。次どこ行こうかなって。あ、そうだ。次行きたい国どこですかって。実は一番行きたいのがメキシコなんです。うんうん。だけど、メキシコは治安がちょっと怖いので。うんうん。だからなんかね、そういう誰か協力してくれる人とかがいれば、そのメキシコのなんかわかんないけど、うんうん、とかあれば行きたいけど、
本当あーちゃんと一緒に行こうかなって言ってたけど、うん、ちょっと怖いよねってなって、うん、やめたんですよね。トゥルム行きたいんだけど、うん、トゥルム、ね、そう行きたいんだけど、すごい綺麗だよね。そう、一番行きたいのはメキシコ。カンクンとトゥルムは一緒？全然違う。あ、ちょっと違う。そう、カンクンからちょっと何時間かとかだと思うんだけど、そう。あ、え、女忍者さんだ、すごい。何、女忍者さん？あのすごい旅系のなんかインスタグラマーさんで、すごい。タイに今ずっといる感じの。タイ、いいな、タイ。タイ行ってたよね。プーケット行ってました。タイもいいよね。めっちゃ良かった、本当プーケット。タイめっちゃ行きたい。バンコク行ったことない。あ、そうなの？そう。タイはもうめっちゃいい。てか、人もいいし、ご飯も美味しいし。ただすごい雨降ると浸水がすごい。あ、わかる、やばかったそれがやばい。だからなんかすごい渋滞もやばいし。あ、渋滞もすごい。そう、確かに。だからなんかもう水がもうずっと汚いままだから、うん、服とか足とかがめっちゃ汚い。あ、いやー、そうそれ、みんなカッパ着てないなんか、うん、なんか喜ぶよ、なんか軽いカッパ。何軽いかって、何、いや、なんかみんな同じようなカッパ着てんの、なんかほんとお揃いの軽い、軽いカッパ。何だろう、軽いカッパって何。寒い島も、寒い島行ったんじゃない。寒い島は行かなかった。行かなかったか。寒い島ってあれでしょ、なんかなんだっけ、パリピのやつ。あー、ムルムーン、フルムーン。そう、ムルムーン、フルムーンパーティー。あれ行ってみたい。あれすごい。あちゃん行ってたもんね。あ、そうね、なんか、うん、フルムーン。あとなんかあの灯籠を流すやつ、灯籠なんか、あ、なんだっけ、あれ、あのラプンツェルのやつ。ラプンツェルの、そうそう、なんて言うんだっけ、なんかあれじゃん、なんだっけ、あれあれ、何にも分かんない、あれ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 も家入れたいでもなんかタイってめっちゃ近そうに見えて、地図で見ると、うん、全部が遠すぎて、なんかあれだったか、無理だった、そのいろんなところはしごするのは無理だった。あー、そっか、タイね。そう、でも国内でさ飛行機行けばさ安くない？うん、あの タイの中。いや、意外とそんな安くもなかったよ。8000円とかじゃなかった？高くない、8000円。あ、なんか同じ国で、まあ、でも北海道行くって思ったら8000円ってなんか安い気がしちゃう。なんか確かに安いか。うん、あとなんかあれも行きたい、だっけ、モルディブ。そのあーちゃんが言ってたモルディブも行きたいし。あーねー、あとエジプトもめっちゃ行きたい。うんうん、エジプト行こうよ。エジプトね、うちらなんか行こうとしてたんだよね。そうそう、1月とかに。そうそう、行こうとしてたんだけど、けどなんか、そう、なんかあの、なんだっけ、あの、なんだっけなんだっけ、なんか雨じゃなくて、なんかが雨じゃなくて、え、戦争、あ、雨季かな、あ、雨季、雨季かな、な、雨季じゃない、戦争なんかその時さ、ちょうどなんか、なんだっけ、違う違う、なんかが被るからってあーちゃんが言ってて、あ、雨季じゃない、雨季かな、雨季かな、そう、だからなんかあんまそこの時期は避けてるみたいな。うんうんうん、あ、3月かな、3月かも、3月だ、うん、って言ってて、あ、そっかみたいな。で、夏は超暑いから微妙みたいな。うんうんうん、ラーキメさんがザーって水に流されていくのを見て、え、何どういうの、何、便座便座の中で、あーって流された時あった。便座しか思い浮かばないどういうこと、流された時あったの分からん。ルクソール、そう、ルクソール行きたいな。でもなんかルクソールと、なんだっけ、あるじゃん、あの、あれ、何、あれ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 ね、やべ、あれ、何、あれしか行ってない何だからあれあれ、これピラミッド、あー、これピラミッドとか、うん、ピラミッド行きたい、スフィンクスだっけとか、うん、とルクソールもまた全然ちょっと距離が離れてるね。だから意外とそこも大変そう。海も気になんない？海もなんか、あ、なんかあれだよね、そうそう、動画のやつだ。そう、海も行きたい、うんうん、え、あ、ギザ、そうそう、なんか、あ、ギザか、あ、ギザかも、ギザ、あれねとか言ってやばいそう、だからなんか結構なんか、まあ、みんな行きたいとこは今どこでも結構今旅行みんな行ってるからね、うん、結構外人さんも日本に今めっちゃ来てるし、
ね、そうだよね。てか外人さんなんか日本のいいとこ知ってる説だよね。そう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 、ね、ちゃんと調べてきてるよね。ねだからあなんか外人さんのインスタとか見てあここ行きたいって思うことあるもん、ね、すごいすごい思う思う。えてかあそこ行こうよ、カートのやつ。あーそうだ、なんだっけ、千葉のあれあれじゃん、あのそうそう千葉のカート場行きたい。あれが今月末で終わりなんだよね。そうそう、なんだっけ、なんだっけ、あそこ千葉のカート場、あのなんだっけ、聞いたんだけど忘れちゃった。なんかうちらが大敬遠と思ったら違った、と思ったら違ったところ。あ、でもなんだっけ、あれなんだっけ、え、なんだっけ、なんだっけ、海外行ったことない人もいるんだ。でも韓国とかね、行きやすいから、韓国とか台湾とかね。台湾行ったよね、一緒に。台湾行った、ね、あ、千葉のマリオカートで。違う違う、マリオカートってゲームやん、新人さんになっちゃった。あのキム・カーダシアンが言ってたとこ。そう、スマホで調べれば 誰でも分かるよ。そうなんですよ、今スマホが全部スタイルで。そうです、スマホが全部ないんですよ。ててそうなんだよ、外人に興味は、もう英語は喋れないことが一番嫌 だ、ね、なんか英語喋りたい。英語のねコンプレックスやばいよね。わかる、そう英語をやっぱ本当に、あてかシンガポール編もかなり撮ったので編集今してるんですけど、うんうん、まあ、英語喋るとこは、まあ、ほぼ取ってないです。でもあらあきも結構喋れるよ。あ、喋れないですよ。じゃあ喋るな、ほんと喋れない。自分より喋れる。じゃあそれ 1% くらい。そう、ほんと1% でしょ。いや、だってうちらなんかアメリカよく行ってて、うん、その時ちょっとだけ喋れるようになった時あったの、一瞬だけ。あ、一瞬気持ちでしょ。そうそうそう。でもなんかあーちゃんはすっごい喋れてて、ね、それがすごいびっくりした、ね、やっぱあーちゃんすごいなみたいな、本当に尊敬した、ねね、留学とかしないと喋れないのかな。ねえ、どうなんだろう。天気が良くない日ってコスチューム、あ、これ面白いよね。天気が良くない日ってレースクイーンのコスチューム寒くないんですか。寒くない人いるんかね。答え寒いですね、きっと。寒いよ、でも寒くてもやっぱみんなプロだから、多分寒さを思わせないような顔芸をしてるのかな。いやでもなんか前トムスの時とか風めっちゃ強い時とかもあーみたいな顔してたけどね。でもさ、鳥肌って立っちゃうじゃん。あー、まあ確かに鳥肌って写真には強いの。めちゃくちゃ拡大したら、でも結構みんな性能いい写真カメラばっか持ってるから、みんな、あ、じゃあ鳥肌は消えるんだね。いや、だから余計鮮明に写ってるかもしれない。もしかしたら逆にちょっとやだね、ちょっと恥ずかしいね、それは。じゃあ鳥の裏切りが撮れる。ハーバーサーキット、そうだ、ハーバーサーキットだ、カートのハーバーサーキット千葉の、うん、そうそうそう、そこそこ。でもみんなね知ってるのがすごい、やっぱね、すごいね。もう大敬遠しか考えられなかったもん。でもなんかそのなんだっけ、なんか武田美優っていう友達がいいんだけど、うんうん、なんか武田美優とかもなんかそのイースマイルってその事務所、はいはい、事務所でなんかみんなで行ったらしい、そのカートで。だからミタンも行ったことあるよみたいな言って。へえー、みたいな。超可愛かったね、あのサーキットは。サーキット上ね、そう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 、めっちゃ。だから結構みんな行ってるんだなと思った。ね、そう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 。でもきっとそこは近いので、うんうん、うん、行けそう。てか潰れるんだよね。あ、そうそう、だから今月で潰れちゃうから、ね、今月ってやばくない。そうだから、そのんちゃん行ける日。そうだね、そう、あとで。そう、バレリーナ武田やべ。誰そうなの、ね、あ、バレリーナ武田なのかなっていう名前なの。あ、そうなのかも。あ、そうかも。私はパーコって呼んでるんですけど。なんでパーコみたいに笑うの。そう、だからなんだっけ、なんでパーコって呼んでんだっけ。え、忘れちゃった。なんだっけ、なんかパー、なんだかパーコってなるんだよね。バレリーナ武田めっちゃいいじゃん。なんか語呂がいい感じ。確かに語呂がいい。確かにね、夏のモテギとかもね、過酷だよね。モテギってどこだっけ。栃木、栃木。あ、栃木か。栃木、餃子。ああ、そうそうそう。栃木と
仙台の間ぐらいか。そうなのかな、わかんない。あ、モテギってあれか、モト GP のところ。あ、そう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 、モテギ、そうそうそう、はい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 、ねえ、ラーキー分全然食べてやんじゃん。だって食べて、なんかそれより今トイレ行きたい。わかるね。あ、じゃあ結構まあ1時間くらい経ったか。でこの動画はなんか一応全部 YouTube にアーカイブとして載せますので、はい、なんか答え足りないやつあるかな。いや別にないんじゃないかな。え、ちょっと私のさ、なんか全部さ書いたやつなんかなかったの。それは読んだ。あ、読んだ。じゃあこれとこれは読んで、あ、もっとしたわ。でも言った、うんうん、確かに。まあ、あ、この方はあの編集担当の三浦のんちゃんになります。のん三浦です。のんどんこにし的なのん三浦です。あの、のん三浦はあの NO のん三浦で検索すれば。私のことは気にしないでください。いや、気にしてください。のん三浦です。してください。ツイッターでのん三浦ってやったら違う人がたくさん。この間それさ、すいませんでした。全然知らなくて。やばい、本当に。ちょっとなんかこね、超知らない人に失礼なことしちゃって。てそう。てか三浦のっていう名前がね、いることにびっくりした。ね。YouTube で尺の長い縦型、あ、確かに。あ、待って、いけるのかね。いけるの。でもね、これ切ります、多分。ああ、切る。なんか上と下。あ、上と下切るそうです。多分ね。はい。あと皆さん大丈夫ですか？言い残したことはないですよね。なんか私もなんか言い残して、のんちゃん綺麗だって。やばい、超ありがとうございます。喜んでるね、可愛いよね。眠れないです。あきむはみたんのことをちゅいちゅい可愛いって言ってましたが、今でもそう思ってますか？思ってるでしょ。いや、可愛いわ。みたんめっちゃ可愛いよ、ね。マジで可愛いよ。なんか、みたん、可愛いとこしかない。ね、うん。え、あと何？あと性格も可愛い。性格も可愛いんだ。うん。アホ。だから私とみたんはアホなの。アホ担当。アホ担当。だからなんか結構なんか悪目立ちしちゃうよね、逆に。なんか悪目立ち。悪目立ち。悪目立ちしちゃうと、なんかそう、うん、なんか結構。まあ、似た者同士、似た者同士、ね、そうそうそう、めっちゃラーキーもほんラーキーじゃない、見たマジで本当超おもろいね。そう、あと仲いいって言ったら誰いるっけ。見たんとみやび、みやびもなんかこの間きのちゃんは、あ、きのちゃんも、あ、でも言ったか、さっき。そう、きのちゃんも仲いい。あと誰だ、よしみとか、よしみも仲いいし、最近なんかのこちゃんとか、あ、のこちゃんもゴルフとか、なんかのこちゃんはもう純粋すぎて世の中を知らない可愛い子って感じ。だからなんかこのまま擦れないでほしいっていう感じ。擦れないで、擦れないで、擦れないでください、のこちゃんっていう感じ。へえ、あとは誰いるかな。あとは二人はお酒飲みますか。あ、のんちゃんはお酒全く飲めなくて超弱いで、超弱いよね。なんかほんとちょっとなんだっけ、なんか焼酎じゃない、なんだっけ、あ、焼酎系は飲めない、飲めない、強くて飲めない。酎ハイとかもちょっと飲んだだけでめっちゃ赤くなるの、うん、ジーマガールだったくせにジーマもちょっとしか。あ、クロスちゃんはだって、クロス、あ、クロス、あ、クロ、あ、クロスも仲いいです。あっちで確かやばい。そうだね、クロスも、あとはえみち、みんなと引退してる。あ、そうだね、みんなそう、ね、引退してるから、レースクイーンだとってなるとそのくらいかな、うん、仲いいな。ねえ、やべ、アホ担当、あ、そうそうそう、みたんはアホ担当と見ないでください。みたんは違います、違います。ちゃんといい子です、ちゃんとできますので。味気は強いですよ。CM のイベントにはいいんですか。
いいねしてます。ありがとうございます。あ、そう、あちきがたまに出てくるの気になる。あちきが強い。まあそんな感じかな。強いですよ。ちょっとどういうことかな。ラーキムがじゃあ好きなお酒は。好きなお酒は、ビールと、うん、日本酒も好きだけど日本酒はちょっと太るから、うん、たまににして、うんうん、ハイボールとかあと生レモンサワーが好きです。あとは確かにレモンサワーたまに飲んでるイメージある。でもあんまり基本だから2人でサウナこないで行っても飲まなかったよね。全然飲まなかったずっと。でもなんかラーケンはなんかめっちゃ買ってたけど、そう全部持ち帰る持ち帰った結局飲んでない。そうやっぱね、そう別にそんな飲まなくても大丈夫かな、うん、ねって感じでした。なんか皆さんもと遅くまでありがとうございます。ありがとうございます、うん、ラーケンめっちゃ IoT で最高よ。カッコさん、ビール何が好きですか。だってビールは何が好きですか。あれあれ、ブリュードッグも好きだし、うん、そう最近ねラーキンもね洗脳させてるんですよ。そうブリュードッグ、のんちゃんがよく仕事でブリュードッグやってて、あイベントフェスとかで、でブリュードッグがめちゃくちゃ美味しくて飲みやすいです。みんなもぜひ飲んでほしいです。これです。これめっちゃ美味しいの本当に、うん、めっちゃ嘘ではない。これはめっちゃ本物、本当に美味しい、うん、これは絶対みんなが言ってるし、うん、絶対飲んでほしいです、うん、皆さんこれですよ。私は飲めませんけどこれ絶対飲んでくださいブリュードッグ。ちびろちゃんとも仲良しかな。あ、ちーちゃん、ちーちゃんも大好きだよ。ブルドックソース。いや、ブルドックソースじゃねえ。惜しい惜しい。ブリュドック。メトロック出店してる？だって。してないです。あ、してない。次出店するとこどこ？ブリュドック。わかんない。のんちゃん出るとこどこなの？あ、まあ、フジロックは出ます。おー、フジ出るそうです。フジロックはブリュドック出ます。おー、じゃあ皆さん、フジ行って、ブリュドック行ってください。あとなんかキャンプのフェスとかもたまに出てるかもしれない。じゃあキャンプの人もフェス。私はいないんですけど。あ、いないんだわ。富士がいるのか。富士ロック、あのんちゃんいるので、皆さん、なんか、見たよみたいな、言ってくれて。富士ロックとか行く人います、いるのかな。いる？ありがとう、すごい。リミューズ入会してほしい。ありがとう。あー、これ反転してんだ。そう、反転しちゃってるけど。まあでもまあパッと見でパッと見で覚えてほしいかな。本当に変えてる。確かにこれそうだね。ごめんなさい。コンビニで売ってるんですよ。セブンとか。あ、キノちゃんだ。今のはキノちゃん。キノちゃん。ラーキの撮影会を。ラーキもよろしくお願いします。キノちゃん。お願いします。ブルドッグ、フジロック。やべえ、うまいうまい。うまい人いる。ウケる。やっぱでもすごいね、よく出てくるね。いや、うまいわ。なんか尊敬するよ、そういう人本当に。ブリュードッグのキャンギャルですか。違うよね、キャンギャルではない、ね、キャンギャルはブリュードッグはあんまりなくて中で作ってる。そう、販売してます。うんうん、まあでも行けば会えます。会えるかな会えるかなまあたまに休憩されるので、はい、いないかもしれないです。あー、地元新潟なのにまだ行ったことあります。行った方がいい。新潟なのに行ったことないんですか。絶対行った方がいい。なんかさ、フジロックって、うん、なんか前夜祭があって、なんかそのフジロック解禁前に、うん、なんかそれはなんか無料で入れるんだよね、うん、あ、そうなの。じゃないっけ。知らない知らない。そうか、お金かかったらすいませんけど、なんかその地元の人たち向けに、うん、向けでもないけど前夜祭が開催されてるんで、うんうん、ぜひ。そうなの、うん、だってめっちゃ多分地元の人来てる。前夜祭、じゃあそれに来た方がいいよ絶対ね。新潟は、うんうん、もったいない。富士はだって私めっちゃ行きたいもん。でもやっぱ大変だし高いし。絶対雨降るしね。あ、確かに雨降るね。キャンプとかで雨でだと結構大変だしね、うんうん、京都も行きたいな、ね、京都も空いてたよね。
じゃあ、はい、これにしましょう。もうトイレも行きたいので。そうですね。じゃあまた、はい、次こそは YouTube でライブできるように。あ、そう、 YouTube で次はライブできるようにします。はい、しますので。あ、で、なんだっけ、あ、で、YouTube はまあ今後どうなるかわからないんですけど。まあなんかその、はい、でも本当マジで不慣れなんで、うん、なんかそんななんかちゃんと毎週この日にできますみたいな、うん、いや保証はないんですけど。まあね、編集大変だからね。そう、あとなんかね、内容がね、まだ全然定まってないから。定まってない、いろんなのをいっぱい今やっちゃってるので、うん、本当は1個にね絞れたらいいんだけど、うん、今はなんかちょっと実験をしながらやってるので、うんうん、ぜひ、はい、お願いします。いただけたらと思います。はい、ではまたね。またね、バイバーイ。イエイ。これどうやって止めるの。バツじゃん。あ、バツか。バイバーイ。チャンネル登録、チャンネル登録よろしく頼む。ついでに高評価も押してね。お願いします。